こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県神戸市、ここはちょうど兵庫区かな。真上が阪神高速、そしてこちらが国道2号線でございます。本日は H100系の講習走がありそうなのでやってまいりました。まあ、北海道の車両は取っときたいですね。多分まだいると思いますが、まだお迎えも来てなさそうだね。その辺にいるんか、もしかして。まだいないか。今日もご機嫌に写真を撮る人が集まっておりますわ。まあ川中の中はね、撮影を禁止されているので、まあこの辺から見ておきましょう。頭の上とかしら、門の上に H100系の頭が見えております。もうそろそろね、あれが来ると思うんだね。 DD200 でしたっけ、お迎えが来るはずですわ。いや、なんかね、時間になっても全然来ないなと思ったら、 DD200 がしばらく遅れてたようです。しばらく、日本語おかしいな、遅れてしまっていたようです。でね、お子さんを連れた女性の方がいらっしゃるなと思ってたんですが、あとツイッターを見ていると、小倉さやさんでしたね。鉄道の番組とかでよく出ていらっしゃる小倉さやさんがいらっしゃったようです。全然私その時気づいてなかったんですが、だいぶマニアも集まっておりますね。橋の上にもおってですよ。もうそろそろ DD200 出発をするかな。今2号線の下に止まっておりまして、この後出発をして川樹の中へ入っていくということになります。まだ動かんのか。今線路の確認をされておりますね。まあ、基本ね、和田岬線の支線の一つになる、まあ、引き込み線か川中の引き込み線になっているんですが、基本的には普段使ってないんですね。なんかこう緑色のカバーみたいなのが道に置いてあるかなと思いますが、まあ、それを普段は敷かれているということになっております。で、まあ、ここを線路使用するときに限ってあれが外されて列車が通れるようにすると、そういうことみたいですね。お、もうロープが張られましたね。DD200 が入ってくるようです。いやーね、ずっとデーテンとかそれより昔ってら DD51 でしたけど、もう完全に DD200 の仕事になりましたね。愛知機関区からやってきた DD200 動き始めました。入れ替えの無線も鳴っておりますね。で、ちょっと写真を撮る関係で DD200 が一回さよならをしてしまいますが、まあ、この DD200 が、水田機関区まで、水田貨物ターミナルまで引っ張っていくんですね。そしてその後は、EF510 に変わるということです。で、最終的にはこの、今から出てまいります H100系、今回は4両編成で出てくるようですが、旭川まで向かうようですね。完全に旭川のキハ40を追い出しにかかると、ちょっと言葉を選びましたね。本日は DD200 の15号機愛知機関区所属。 DD200 って全部愛知機関区でしたっけ。というわけで、まあちょっと写真撮ってみました。まあ今から DD200 が入線をしていくところでございます。で、入っていくところですね。ちょっと今回標準レンズで使って撮りましょう。さあ、そして連結ができたのかな。何でしたっけ、川中から出ていくときって出発じゃなくて出荷でしたっけ。なんかそんな感じの掛け声があったかなと思うんですが、今回も言っていましたよ。
まあもうすでにね H100系旭川には到着をしておりますが、これからおよそ2日ぐらいでしたかね、かけて旭川まで向かうと、まあ青森までは EF510、 そしてその先 EH800、 その先は DF200 で運転をされて輸送されていくということになります。いやーね、私も車で北海道行ってきましたけども、これから北海道ね、下道で行くわけですよね。大変だなと思いますわ。というわけで今回は H100系公衆輸送の様子をお伝えをしました。まあまだ出てくるんでしょうね。というわけでお腹空きましたので、兵庫特定の近くにある定食屋さん行きましょう。これね、これはチャーハンと豚キムチの定食ですね。隣で唐揚げ定食食ってるやつがいましたけど、まあまあでかい量が出てきてましたよ。そして晩ご飯も一緒にご紹介しておきましょう。これですね、全男盛りでしたかね。神戸チェリー亭でございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。